東京浜松町にひっそりと店を構える怪談喫茶。土曜の夜にだけオープンするこの喫茶店では、さまざまな怪談があなたの入店をお待ちしています。さあ、今夜の怪談喫茶がオープンするようです。伊沢しおりの怪談喫茶。皆様、怪談喫茶へようこそいらっしゃいました。パーソナリティの伊沢しおりです。毎月さまざまなホラーをお届けする唯一無二の怪談レーベル、竹書房怪談文庫とコラボした番組、伊沢しおりの怪談喫茶、今宵も無事オープンしました。今日で17回目の開店ということで、ちょうど昨日が11月15日ということで、世間的には七五三だったわけですね。はい、なんか伊沢さんも七五三の思い出なんかありましたらって台本には書いてあるけど、私は今日どうしてももうこの話をするって決めてきたことがあるから、全然関係ない話をしたいと思います。なんかね、朝からね、洗濯機に振り回されてきたの、私は。正確には昨日の夜、洗濯物を洗濯しなきゃと思って、で、私はその洗濯夜にねすることとか、あと天気もあるから、基本的には洗濯から乾燥までをドラム式洗濯機でやるんだけど、結構普段から止まっちゃうことが多かったんだよね。で、昨日も、まあ、スイッチポンって押して動いてるなーって思ってたの。よし、これで3時間後には終わるだろうと思ってたんだけど、お風呂にじゃあ入ろうかなと思って、またお風呂場に来た時に洗濯機が止まってるのを見つけたわけで、おー、またこいつ止まってるっつって、で、だいたいいつも止まる原因は容量、なんかその乾燥の途中とかでちょっと容量が多すぎて無理ですとか、あとなんだろうな、なんかわかんないけど扉がちゃんと閉まってなかったとかさ、そういうので止まってることが多いんだけど、昨日はなんかその理由がわからなかったというか、本当だったら一回さ、その扉を開けて中の洗濯物なんか絡まってたりとしたらさ、それをさちょっと直してとかやればいいんだけど、扉のロックがかかったまま開かなかったのよ。なんかね、乾燥機が起動してる時とかは結構さ、なんか中が熱くなっちゃってるから数分待ったら開きますみたいな感じなんだけど、昨日はなんかその数分待っても、その鍵のマークがついたままだったの。なんだこいつと思って、で、一回電気を切って、でもう一回電源入れ直して、それでも扉が開かないから、もういいやって、私は雑なので、もういいや、もう一回スタートっつって、もう一回スタートボタン押してたので、それでこれで朝まではいけんだろうと思って、起きて今日さ、したら朝もさ、また止まってるわけで、エラーになってんだけど、あのさ、全ての家電に言いたい、エラーコードって出るじゃないですか。コードで言われても分からんのよ。家電のさ、説明書ってそんなすぐ出せるとこないじゃないですか。私もなんか、全ての家電の説明書を入れてる、なんかボックスみたいなのあるんだけど、いちいちさ、そこまでさ、これは何のエラーですかねって確認に行かないじゃん。で、今日なんかエラーなんか C なんだなんだって書いてあるけど、知らんからと思って。で、やっぱり、鍵がかかったまま、扉が開かなかったの。あ、で、なんか推薦確認とは出てたんで、なんか場所が光ってて、推薦は、でも、開いてるっていうか、別にさ、なん閉じてて水が出ないですだったら分かるんだけど、水栓開いてんだよなと思って、一回閉じてもう一回開いたので、やっぱり鍵が開かないから、はぁ、分かんねえなこれって、いいや、もう一回スイッチオンだっつってもう一回スイッチ押したのよそしたらまた結局数分後に止まってたわけ。あー、なんだこれっつって、でも扉開かないってことは、多分中のその水が排水できてないから扉開けらんないんだな。でもこれもうどうにもならん、どうしたらいいんだと思って、その洗濯乾燥機ってさ、ホコリを取るためのなんつうのフィルターと、こっち側にもっとなんかそのゴミ糸くずとかが排水されるフィルターがあって、こっちの糸くずフィルターの方なんやろなってうっすら原因は分かってたんだけど、そこをさ
シャコってやったの、ガチャコってやったら、そしたらさ、水がさ、ブワーッ水出てきて、あ、やばいやばいやばいと思って、一回ちょっとシュッつって、また封印を今したのよ。そのちょっとだけ緩めた、その糸くずフィルターのところ、一回、ブーンつって止めて、これどうしたらいいんだってなるじゃん。とりあえず、たらい持ってくっかと思って、あのバケツ代わりに使ってるたらいがね、あるんだけど、たらいを持ってきて、よし、これで受け止められるだろうつって一回 たらいを下に置いて、で、行くぞつって、ガチャコって言ったら、ドバーって水が来たわけで、水とともに、やっぱ詰まってたんだろうなって思われるほこりみたいな塊が出てきて、こいつかーって思ったんだよ。で、結構大きいたらいなのにさ、もうたらい足りなくて、おっとやべえぞこいつはってなって、もう一回、やべやべえぞ、封印をもう一回だっつって。たらいの水を一回あの捨てて、でもう一回こうやってやって、でもう一回封印を解いた何回封印解くかな、でバーってまた出てくるわけ、うわやばいやばいやばいっつって、でたらい2杯目ぐらいでだいたい勢いは落ちてきたから、あこれでもういけっかなと思って、一回そのたらいをね、あのまたいっぱいになったから避けたのよ。そしたらあのちょろちょろちょろっていう水を舐めてたのか、そのちょろちょろがめちゃめちゃ出てて、床がピーチャーなんてわけ。はぁーっと思って。で、もうどうしろ、また洗濯しなきゃいけないんだから、バスタオル総動員で床を拭いたんだけど、なんか舐めてたんだけどさ、結局バスタオル4枚分ぐらいが水浸しになっててさ、やべえなっつって。朝からさ、私はこれから文化放送に行かなきゃいけないのに、なんなんだと思って。そう。で、さらにさ、まあ、その、ビッタビタになった水、洗濯物たちをさ、洗いたいんだけど、洗濯物ってさ、お水吸うとさ、重くなるじゃないですか、すごく。で、そうするともう、乾燥がかけらんないのよ、重たすぎて、容量が。ってなるから、本当だったらボタン一つで洗濯から乾燥まで一連で行ってくれるボタンを押したいんだけど、一回ガッチガチにあのなんつうの、絞ってくれるさ、水はけをしてくれる、だから洗濯モードで留めておかなきゃいけなくなって、一応だから洗濯機は回したんだけど、干すとこまで行かなかったから、家帰ったらもう一回洗濯だよって思っている。だから何が言いたいかというと、エラーコードはわからないんだっていやこれさ、でも正解がわかんない、どうしたらよかったんだと思う、私もうあの封印を解く以外にさ解決方法なかったじゃん。こまめにフィルターを掃除しろということですね。それではそろそろ始めていきましょう。今夜も極上の階段をご堪能ください。伊沢しおりの階段喫茶。この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたします。改めまして伊沢しおりです。ホラーの話しましょうかねホラーをたしなんでる話を、この間ね、話題のホラー映画、まあ、ちょっと前に話題になったんだけど、女神の継承という作品見ました。今配信に入ってきたので、ご存知女神の継承、あのホラー好きの皆さん、タイと多分韓国が協力して作ったホラー映画なんだと思うんですけど、あらすじとしては、タイなんかね、ドキュメンタリー風だからモキュメンタリーっていうジャンルになりますね。はい。でそのタイで一族でこうなんていうの、受け継がれてきた女神を体に下ろして呪術師として生きてる一族に降りかかる、なんかそのホラーの現象というか、今現代、呪術師をやってる人の姪っ子かな、がある日様子がおかしくなって、その自分に下ろしてる女神が、なんかその器に選んだことによる怪奇現象なんじゃないかみたいな感じの様子をね、ドキュメンタリー風に追ってって真相をみたいな感じの作品なんですけど、もともと私タイのドラマがすごく好きで、タイの作品には馴染みがあるんですけど、言うて普段多く見てるのは、そのタイのイケメン俳優さんたちがたくさん出演するまあ、ボーイズラブの作品が多いのね。で、タイも、ね、結構ね、ホラーの映画いっぱいあるんですよ。
あるんだけど、あんまりね、なんか触れてこなかったんですけど、めちゃめちゃね、怖かったというか、なんかね、なんていうのかな、欲しかったホラーだった、すごい。以前さ、私ホラー映画見てると、とにかく、いや暗い中突撃するんだ、電気をつけろ電気をっていうシーンでハラハラすることがあるって言ってたんだけど、今回はね、ドキュメンタリーだから家にカメラを仕掛けて夜とかも見張れるようにしたみたいなシーンとかがあるんだけど、そのなんつうの、監視カメラに映ってる様子とかがめちゃめちゃ怖くて、っていうか、そもそも、その姪っ子の役をやってる女優さんがいらっしゃるんだけど、めちゃめちゃお芝居上手なの、取り憑かれてる芝居がすごかったよ。あれはなんていうのかな、表情とかだけじゃなくて行動、なんかそのなんていうのかな、様子がおかしい演技ってすごく難しいんですけど、それがさ、だってさ、常に白目向いてたりするのよ私。だから映画見ながら、そのなんか映画も集中したいんだけど、お芝居が上手すぎることも気になって、さらに自分は白目をどれだけ白目でどれだけいられるのかっていうことも気になっちゃって、途中で白目を実践しな。いや、なんかさ、小学生の時ってさ、白目やったりするけどさ、寄り目とか白目とかやるじゃん、やるけど、大人になってさ、白目で暮らそうってならないから白目私できんのかなと思って試しちゃったよね、見ながらで、ね、しかもね、ありがたいことに日本語吹き替えがあるんですよ。なので、まあその白目出してても話わかる集中してんだよ集中してしまったがゆえに、一周回って私はこの芝居ができるだろうかっていうところまで戻ってきちゃって白目出してた待って、私怖い話しようと思ってたそうそう、で、まあ、その特に私はやっぱその若い女優さんがそんな演技することに衝撃を受けたんだけど、でも他の、出演者の皆さんも、皆さんすごいお芝居上手だったし、やっぱそのなんていうのかな、まあ、いわゆるさ、日本の文化じゃない文化だから、逆になんかスッと入ってくるよね。あ、海外ではこういう風に思ったり行動したりするんだなみたいなのがあるからさ、そう見られて、割とあっという間だった気がする。2時間ぐらいあるのかな、だったんだけど、すごいね、面白かったですね。でも私は割と普段から怪談のジャンルとして、なんつうの、その人にしか降りかからない呪いとかさ、その人しか体験しないであろうことは割と客観的に見るから、なんていうのかな、怒ってる出来事は怖いなとは思うけど、自分は安全地帯にいると思ってるから割と平気なの。で、だから女神の継承はそのまあ一族にまつわる話だから、割となんていうのかな、一言で見てたんだけど、で、面白かったからすぐ姉にね、面白かったよっつって、見てよかったらって言って、じゃあ見るって言ったの、姉が。したらその日の夜、おい、どうしてくれんだ、怖すぎて眠れねえだろうって来たから、あ、怖かったみたいな。だから人によってやっぱり違うんだなって、その映像のインパクト的に怖いっていう気持ちもあるし、私みたいになんかその自分とは切り離して見られるっていう人もいるしっていうさ、ぜひ皆さん気になったら見てみてください。白目出したくなると思いますさ、じゃあメール読んでいきましょうかね。はい、こちらタツさんからいただきました、ありがとう。シータムさん、こんばんは、初めてメールします、ありがとう。シータムさんは学校の怪談という映画ご存知ですか？はい。1位から4までの作品が公開されていて、学生時代毎年楽しみにしていた映画でした。様々な幽霊のキャラクターがたくさん出てきて感動もできる作品です。シータムさんは鑑賞したことがありますか？もしなければ鑑賞してみてください。よければ感想もお願いしますというわけで、もうこんなバチバチ世代よ、学校の怪談のせいで。だから未だに4時44分がやっぱりさ、4時44分だって時計見ると思っちゃうよねっていう。もう学校の怪談の人気キャラクターってさ、テケテケでしょ、あのピンク色のね。そうだし、私はだって映画のノベライズも持ってたもん。そう、持ってたから魔法陣も書けるそう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 、挿絵に載ってたね、魔法縁って言い方だったんだけど、でもなんか
この結界のマークのところには妖怪たちは近寄れないみたいなのが、映画とちょっとね設定違くてノベライズだとそういうのがあったりしたんだけど、それをね覚えて書きまくってたりしたんだけど、でも見てても1位に4は見た記憶がないかもしれないな。ちょっと改めて配信ってあるのかな、学校の怪談って。なんかあんまり配信サイトとかでさ、あなたへのおすすめとか散々さ、なんかホラー映画とか来るけど、学校の怪談すすめに出てきたことないから、ちょっとわかんないですけどね。ありがとうございます、初メール。はい、じゃあ続いてこちら。松尾隆弘さんからいただきました。ありがとうございます。以前、別の番組で、沖津和幸さんと妖怪検定について話をされていましたね。妖怪トークもかなり盛り上がっていましたが、普段は役者の皆さんで怖い話とかしないものなのでしょうか。スタジオって幽霊とか出てきそうな印象があるので、そういった場所にはいろいろなお話があるのではと思いました。いただきました。そう、別のね、ニコニコ番組の方でゲストにおきつさんに来ていただいて、おきつ和之さんに。で、おきつさんも妖怪検定を持っていらっしゃるんですよ。うん。で、なんかそれについてちょっとお話ししたんだけど、現場で、まあもちろんやっぱり、アフレコスタジオでここ幽霊の噂あるよねみたいなとこ結構あったんだけど、最近は、なんか、噂のあったスタジオたちが老朽化で閉鎖になって、どんどんなんか新しい綺麗なスタジオとかに移動してたりするんですよ。だからあんまりね聞かないかもしれない、最近はこのアフレコスタジオとかってなくなりましたね。うん。でもやっぱり幽霊の話とか怖い話っていうより、声優さんたちってやっぱどうしても実力の他に運にも左右されるお仕事だから、結構パワースポットとかさ、験担ぎみたいなのが好きな方は多くて、そういう意味ではなんかちょっと見えない世界の話だったりとかする人多いかな。全く信じてない人もいるけどね。なんかそういうお参りとは一切しないみたいな人もいらっしゃるけど、結構どこどこのパワースポット行ってきたとか、ここ有名だから今度行こうねとか、そういう話はします。はい、ということでここでお時間のようです。今後も皆さんからのお便り紹介していきますので、ぜひ身の回りに起こった不思議なことや好きな怪談のことなどなど、いろんなお便り送ってきてください。さあ、この後は朗読のお時間です。関東の某総合病院で看護師をしている女性からこんな話を聞いた。ある日、ジムから間もなく心肺停止状態の患者が運び込まれるとの連絡が入った。すぐに受け入れ体制を整える。ほどなくして蘇生措置を受けながら運ばれてきたのは30代後半の小太りの男性だった。父親と兄弟が同行してきた。救急救命室で処置が行われたが、男性は助からなかった。死因は心筋梗塞で突然死だった。医師が家族に死亡宣告をする。家族はうなだれていた。看護師はエンゼルケアのため、一人 ER に残った。外来だと人手がどうしても足りず、ある程度のケアは一人でする必要があった。家族には廊下で待つよう伝え、鍵を閉めて処置を始めた。亡くなった男性はしばらくの間風呂に入っていなかったのだろう。髪やひげは無造作に伸びていて、ひどい匂いだ。片腕を拭いただけでもタオルが茶色くなった。どんな事情があったのかはわからないが、お体、きれいにしますからね。優しく声をかけながら処置を続けた。髭を剃り、髪を整えていると、不意に壁にかけてあったカレンダーに目が行った。普段忙しくて気にも留めないのだが、なぜか目線がそちらに向いたのだ。
今日は友引きか。思わずつぶやいた時だった。すぐそばで、はぁ、と、深いため息が聞こえた。振り向くと、小柄で痩せた70代くらいの女性が立っている。ぎょっとして身動きも取れずにいると、女性はつぶやく。この子のことだけは、私、置いていかれないんですよ。女性は亡くなった患者をじっと見つめながら消えた。看護師は深呼吸をして処置を再開した。処置を終えて廊下で待つ家族を呼びに行く。すると父親が言う。実はつい先日、妻が、この子の母親が亡くなったばかりなんです。お通夜と葬式を終えたばかりなのだという。息子さんは長い間、引きこもりだったと父親は涙ながらに話した。食事だけは部屋の前に運んでいたが、もう何年も会話はしていなかった。心配した母親が、そんな息子を連れて行ったのではないかと看護師は言う。昔は友引きの日にお葬式をすると、誰かを連れて行くから避けるという風習がありましたけど、現代ではそこまで気にする人もいなくなりましたね。でも、本当にこういうことってあるんだと思います。彼女はそう語った。お聞きいただきましたのは、100回語りネジ女の家収録、牛崎千佳さんの友引きというお話でございました。言うよね、お葬式とか友引き良くないって。そう、結婚式とか喜び事の時は友引きってね、いいんですけどってあるけどさ、でもさ、大安吉日とかさ、気にしすぎても生活に支障出るから難しいよね。難しいなって。まあ、なんていうの、いつでもいいやつだったら大安がいいなとかあるのよ。その宝くじ買うなら大安とかさ、最近だとね、一粒万倍日がいいとかさありますけど、なんかさ、例えばさ、自分の誕生日を選べるとしたらさ、何月何日がいいとかあります？語呂がいい人見ると羨ましいなってなったりするじゃないですか、誕生日。1月1日が羨ましいか羨ましくないか問題もあるよね。なんかそのお正月と一緒にされちゃうんだよっていう人もいるけど、絶対覚えててもらえるって人もいるしさ。私誕生日選べるならいつがいいかな。まあ、自分の2月1日も気に入ってはいるんだけど、でも、困るなと思ってんのは、1月31日だとまだ1月だから誕生日には早いと思ってしまうし、2月2日になるともう誕生日は過ぎてしまったやんって思うから、なんかほんとピンポイントで2月1日以外、割となんか祝いづらいのね、周りの人からすると。まあもうこういう仕事してたらね、2月丸々誕生日みたいな風にしたい気もするけど。あ、でも最近流行りのさ、ほら4月生まれがさ、学生時代は有利っていうのあるじゃないですか。その身体能力的にさ、やっぱ子供の時のそのほぼ1年って超大きいぞみたいなさあるじゃん、っていう意味合いでちょっと4月生まれにはいいなって思ったりもしますけど。さあ、そんな感じで、今宵の怪談朗読は以上となります。今後も怪談朗読していきますのでお楽しみに。それではここで竹書房怪談文庫からお知らせです。来月12月10日火曜日夜、新宿ミコノスにてチャンネル恐怖プレゼンツ怪談サロン竹の記念すべき第1回イベントが開催されます。初回のゲストは今月末に新刊怪談おぞけ帳地獄の庭が発売となる黒木主先生。黒木先生の怪談語りのほか、取材の裏話など怖いトーク満載でお届けいたします。黒木先生との交流タイム、
新刊のサイン会もありますので、黒木先生とお話ししてみたいよという方はぜひ会場にいらしてください。またイベントに合わせたミニ怪談コンテストを開催します。あなたが体験または取材した500字以内の実話怪談を編集部にお寄せください。イベント当日に黒木先生が選んだ最強賞作品を発表します。優勝者には黒木先生より特別な賞品が授与されるほか、すごい、3月に発売される文庫に作品が収録されます。こちらのイベントのチケットはただいま好評発売中。イベントやコンテストの詳細は怪談サロンタケで検索のほか、チャンネル恐怖さんの公式 X、 タケショー怪談文庫の公式 X をご覧ください。以上お知らせでした。お送りしてきました伊沢しおりの怪談喫茶、閉店のお時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。私へのメッセージや好きな怪談のお話など何でも OK です。メールアドレスは怪談@joqr.net、 kidan@joqr.net です。そしてこの番組は隔週更新となります。次回の更新は11月30日土曜日となりますのでお楽しみに。またこの番組のアーカイブは放送翌週火曜日の夕方、文化放送 A&G の YouTube チャンネルにアップされますので、もう一度聞きたいよということはアクセスしてみてください。さあ、そしてここでお知らせがあります。次回11月30日放送の怪談喫茶になんとゲスト様いらっしゃいます。怪談作家の夕暮れ海優さんがいらっしゃるそうです。嬉しい。11月29日に初の短書が発売する今最も注目の新人作家さんということで、竹書房さんがもうぜひゲストでというふうにねおっしゃってくださって、多分先に読ませていただけると思うので、楽しみに読んだ上でお会いできたらなと思っております。ぜひですね、夕暮れ海優さんに聞いてみたい質問などメールを送ってください。さあ、それではですね、今日もお店を閉める前にお清め参りたいと思います。今回はラジオネームホロムシさんからいただいた方法で浄化していきたいと思います。スタジオでできるお清め方法ですが、ホワイトセージの浄化スプレーなんてどうでしょうか。汚れを払う神聖な天然ハーブとして有名なホワイトセージですが、本来はセージの葉っぱに火をつけて、その煙でお部屋パワーストーンの浄化をするのですが、スタジオで火を焚くわけにはいかないと思いますので、スプレーでスタジオを浄化してはいかがでしょうか。というかで、今回は来ております、セージの浄化スプレー、ダダン。ここのメーカーさん有名で、うちにもありますわ。瓶、私のはね瓶なんだけどね、中にね水晶のクラスターが入ってて、そうで、さらにセージが、あのね消臭スプレーとしても使えるんですけど、ではこちらを使って清めてまいります。いくぞ。シュッ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 。うわー、清まった。いい匂い、めちゃくちゃいい匂いなんだよ。ぜひね、セージの浄化スプレー皆様にもおすすめします。気持ちがねスッて爽やかになりますので、あ、もうすごい、もうスタジオめちゃくちゃ今日ここ使う人喜んで清まりました。それでは今夜はここで閉店となります。次回も素敵な怪談との出会いをお楽しみに。ここまでのお相手は伊沢しおりでした。またのご来店お待ちしています。伊沢しおりの怪談喫茶。この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたしました。